CK さん、まだいいですか？リンダさんはちょっとやってみませんか？まだいいですか？わかりました。なんかあのセッションに来られてるサッカーの方に拒否をされてしまいましたので申し訳ないですが、ホストとあとジン君に協力いただいて、もう一曲ぐらいじゃあなんかお送りしたいと思います。皆さん、あの心の準備の方をちょっと少しずつあのしていただけると助かります。よろしくお願いします。じゃあカメレオンでもやりますか？Thank you.
ます。ではせっかく今日参加されている2名の方にぜひやっていただきたいと思うんですが、心の準備はよろしいでしょうか、お二方。そうですね、お願いします。すいません、強引で。じゃあ、リンダさんもステージに上がっていただいてよろしいですか。タケさんそのものことは歌いないんで。はい、動物の名前の曲じゃなくていいですよ、別に。いや、僕のネタですから。なるほどね。いや、違うんですよ。先日僕、とある教会でちょっと演奏させてもらったんですけど、で、ゾウさんの曲をやったんですよ。ちょっとお客さんにお題目をいただくっていうコーナーを僕が設けまして、好きな動物は何ですかって聞いて、ゾウさんって言われて、ゾウさんのイメージをしたのを即興でやりましたっていう経緯がありまして、だから CK さんが動物の、はい、そうですよね、爬虫類、まあ、爬虫類とか動物とか、椅子、はいはい、村さん、椅子、キーボードの椅子とか、キーボードの椅子、はい、なんでないんだ、あ、これ、千春さん、椅子使いますか。あ、これ、キーボードの椅子、じゃあ、武さん、1個、お客さんの椅子を、そこにあります。あ、これか、はいはいはい、これステージ用の椅子ですね、はいはいはい、いや、三単元の S がついて、ハーツミーツーって、ハーツミーツーでございますと言われました。はい、三単元の S、昔習いましたよね。習いましたね。はい。三人称単数。三人称単数の略でございますね。ただ、大三元とか麻雀の役とはちょっとまた違うんですけどね。おなんかちょっと、うまいこと言った。うまいこと言った。今のヒット。今のヒットですか。第3ゲームで100万ぐらい行きましたか。いや、もうあまりそれをあまりもう1回行けた感じで調子に乗るなってことですね。じゃあ、タケさん、ハーツミーツーを、はい、It's Heart Me Too、 It's Heart Me Too、 ケツからYou said you were hurting. You almost lost your mind. Another woman you love. She hurts you all the time. But when things go wrong, oh, what with you? It hurts me too.Thank you.
Thank you.
CK さんで People Who Get Ready でございました。ありがとうございます。で、リンダさん、もしこのタイミングでなんですが、よろしかったら歌の方もちょっとぜひ披露していただきたいなと思うんですが、申し訳ないです。いや、あの、交代しないでそのまま。いや、ついでに言ってたら失礼じゃないですか。そうですよ、せっかくだからって言った方がいいです。で、言葉は選びようですよ。何の曲とかありますか？はい、すいません。そうですね、譜面とかないんでしたら、できればちょっと対応、その方が対応させていただきやすいかなと思うんですが。はい。クラフトのチェンジザワールド。リバーブってもうちょっと返してもらっていいですか？すいません。へっへっは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 い。Yeah, 'cause see the truth.
感じの拍手でしたね、今の微妙みたいな拍手でした。